そう、それでは今からうっかちゃんのお誕生日セレモニーを始めたいと思います。さあ、今日は30のキャラさんたちと本当にこんなにたくさんね、会場の多くのお客様が見守られて、うっかちゃんはとっても幸せだと思います。というわけで、みんな本当に今日はうっかちゃんのためにここうかやに集まってくれてありがとうございます。で、ゲストの皆さんもね、お忙しい中本当にありがとうございます。突っ込んで欲しかったら買いがなかった。そこだよ。ごめんね。似合ってるよ、ケンタ。似合ってる。ありがとうございます。というわけで、みんな本当に今日はありがとうございます。ここで、やはり本日の主役、登場していただきたいと思います。さっきもやりましたが、私がせーのと言ったら、みんな大きい声で、ふんかちゃんと呼んであげてください。それでは皆さん、今日昨日がお誕生日だったふっかちゃんを呼んでみたいと思います。せーの、ふっかちゃん。バースデーパーティー深谷2019の主催者であります。主催者であります深谷市長の小島進さんからお祝いのご挨拶をいただきたいと思います。お願いします。ありがとう、ありがとう。こんにちは。今日は本当にどうもありがとう。ふっかちゃん嬉しいよね。ね、本当にね、こうやって多くの人に集まっていただいて、ゆるキャラさんたちもありがとうね。あ、とにかくありがとう、あんまりね、はいはい。あのね、本当にね、こうやってふっかちゃんが一生懸命頑張っていただいてるおかげでですよ、ふっかちゃん、本当に私も感謝しなくちゃなんないんだけど、本当にあのゆるキャラさんたちの街もいろいろ行かせてもらってね、えこの間新庄くんちの市長といっぱいいるんだよ。ねえ、本当にね、多くの人と出会いさせていただいて、そしてサシャちゃんとユキちゃんにもね、はい、これも全部ふっかちゃんのおかげ、ありがとうね。ありがとうございます。こちらこそです。ねえ、本当にね、こうやって多くの人に、多くの方にこうやってお祝いしていただけるの本当にありがたいです。この間マツコの番組で私が出たんだけど、深谷見た深谷で一番浮かれてる男って言われちゃったんだよ。まあ一体ね、でも頑張ってんだよ今深谷。いろんなことで渋沢栄一さんも一枚一つの顔になることだしね。ありがとうございます。今度ね、花園のところにもアウトレットが来るし、そしてね、来年には深ちゃん新しい庁舎に入れてやるかんね。すごーい。ねえ、だから浮かれてるだけじゃないかんね。ふっかちゃんと一緒に頑張ってるからね。ぜひ皆さんもこれからね、元気で前進んで明るく楽しくやっていけば絶対いいことあるからね。そうだよね、ゆるキャラさんたち。ねえ、
んなで元気な明るい社会を作っていきましょう。今日はどうもありがとうございます。お邪魔しありがとうございます。あの、一つお願いしていいですか、市長。はいはい。浮かれてるついでに、はい、その帽子で浮かれてみてください。ちょっと待って、こういう感じ、バッチリです。いいでしょ、かわいい。いいわ、ここあんまり写真撮んないで、動画撮んないで浮かれてます、ありがとうございます。はい、というわけでとっても盛り上がりました。今後とも深谷市をよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、盛り上がったところでさらに盛り上がるこちらをちょっと登場していただきたいなと思うんだけど、やっぱ誕生日といえばケーキだよね。そうだよね、そうなの。実はですね、毎年ふんかちゃんの誕生日ケーキはすごく素敵なケーキが届いてるんですけれども、去年はなんとバルーンのケーキだったんだよね、ふんかちゃん。ねえ、そうなの。というわけで今年のケーキどんなのか気になるよね。そうだよね、なんだろうね。では早速バースデーケーキ登場していただきましょう。どうぞ。さあ、私のケーキはどんなケーキなんでしょうか。さあ、学生さんたちが持ってきてくれているのは、あ、めちゃめちゃ可愛い、ふっかちゃんのデコレーションケーキなんじゃないですか、こちら。なんかツヤツヤして抹茶っぽくて、とってもとっても美味しそうなんですが、すごいすごい。え、なんかどう、めちゃくちゃ可愛いんですけど、ちょっと見ていいですか、近くで見ると。失礼します。え、待って、三段ケーキでふっかちゃんがネギ持ってこうだなってるんだけど、抹茶、抹茶ですよね、これ。すごく可愛いです。あの、埼玉工業大学の創作サークルの学生さんだそうで、ちょっとインタビューしてみたいと思います。どう、誰に聞けばいいですか。はい、ではちょっとこのケーキ紹介していただいていいですか。皆さん、こんにちは。こんにちは。まずは、ふんかちゃん、お誕生日おめでとうございます。この度、ふっかちゃんのバースデーケーキを制作させていただきました、埼玉工業大学創作サークルです。ありがとうございます。今回はふっかちゃんとケーキを両方目立たせたいなと思いまして、ふっかちゃんがケーキの中に入り込んだようなデザインをイメージして作りました。すごい、後ろ尻尾もついてるじゃないですか。そうですね。え、かわいいですね。はい、確かにふっかちゃんケーキの中に入り込んでるよ、こちら。サークル活動で、このような盛大なイベントに、参加することが初なので、制作にとても苦労しました。なので、後で展示すると思いますので、その時に見ていただけたら幸いです。埼玉工業大学のブースもあっちにあるんで、ぜひ見てください。見てください。ありがとうございます。秋には使用祭もあるので、足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、埼玉工業大学創作サークルでした。ありがとうございました。ありがとうございます。え、ふかにゃ、ふかにゃいる、ふかにゃ、ふかにゃ埼玉工業大学だよね。そうなんです。最高大の皆さんは、実はあの、ふかにゃのものづくり博覧会で毎年あのロボットの展示など私も司会をさせていただいてるんですが、皆さんはふかにゃ埼玉工業大学、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、こちらのですね、とても可愛い創作ケーキなんですが、この誕生日セレモニーの終了後にエントランスホールのふっかちゃん誕生日プレゼントコーナーに展示しますので、めちゃくちゃ可愛くて美味しそうなので、ぜひ皆さん近くで見てくださいね。そしてちょっと映える感じで撮って、ハッシュタグふっかパーチで投稿していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、大丈夫ですか無事バースデーケーキも登場したということで、会場の皆さんと一緒にふっかちゃんのハッピーバースデー歌いたいと思います。そしてなんと今日は特別にブリージングブーストゆうきさんが歌ってくれますので、会場の皆さんも一緒にお願いいたします。それではゆうきさん、はい、真ん中の方にお願いします。真ん中ですか。はい、ふっかちゃんの隣に、はい、
仕掛けがねえんだ。お願いします。皆さん一緒に歌ってください。ゆきちゃんありがとうね。ありがとうね。お世話になってます。いえいえいえ子供の時から知ってるからね。浦和出身ですね。そうだよ、はい、ありがとうございます。それではゆうきさんの合図で会場の皆さんと一緒にハッピーバースデー歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、曲お願いします。ハッピーバースデー、みんなも一緒に歌って。キーが高い。ハッピーバースデー to you。 ぜひ一緒に。ハッピーバースデー。じゃあもうちょい中央寄ってお願いします。みんな準備してる間、ほら後ろ見てる幕がほらすごくないこれ。おめでとうブーって書いてある。おめでとうブー、めちゃくちゃかわいい。すごい、しかもすごくいいタイミングで下がったんですよ。素晴らしい、ね、ここから見ててちょうど上がったもんね。そうなんですよ、バッチリ見えてると思います。準備はよろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、それではまずは正面からいきたいと思います。じゃあもう今日最大の笑顔でお願いします。はい、ねーぎ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。はい、結構限界。ちょっと空気ですね。キャラさんが右側です。はい、右側、ね、右側を向いて可愛いポーズ。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。それでは最後に左側を向いて最高の笑顔でお願いします。はい、はい、ねぎ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にもう一回正面を向いて。はい、7、6、5、4、3、2、1。ありがとうございました。いい運動になった。いい運動になりましたね。皆さんたくさん可愛い写真撮れましたでしょうか。ありがとうございます。さっきからね、やってますがハッシュタグひらがなでうんかばーちにはちっちゃいにでお願いいたします。これでね、SNS で発信したらみんなでたくさん可愛い写真をいただきますので、よろしくお願いいたします。さあさあ、もう盛りだくさんのこのバースデーパーティーもたくさんお祝いできましたが、まだまだ続きます。これでお誕生日セレモニーは終了となります。